松尾芭蕉が奥の細道紀行を結んだ岐阜県大垣市。地域の再生を目指して歴史や文化を発信しています。建築家はどのような思いで設計に取り組んでいるのでしょうか。岐阜県大垣市にある奥の細道結びの地記念館です。設計したのは建築家の車戸静雄さんです。車戸さんは名古屋大学大学院に在学中、実施設計の経験のないままに奥さんの実家の設計事務所を継ぎ、公共施設などさまざまな設計に取り組んできました。大垣市は水の都です。大垣市船町の川港跡です。ここは芭蕉の奥の細道結びの地と言われています。ここは大垣と桑名を船で結ぶ拠点として栄えたところです。昭和初期には年間1万もの船が行き来していたと言われています。川には当時の船が浮かんでいます。俳人松尾芭蕉は元禄2年1689年に江戸を立ち、東北、北陸を巡り大垣まで旅をしました。奥の細道結びの地記念館はこちらのすぐそばにあります。この記念館は松尾芭蕉が旅を終えた結びの地にちなんで、松尾芭蕉とその紀行文奥の細道の紹介や大垣の歴史や文化を伝えています。こちらは施設内にある井戸です。水が湧き出ています。こちらはどのような井戸なんですか。自噴井戸言いまして、揖斐川と長良川と木曽川の伏流水がこの地方にだけ地下の方でぶつかってまして、圧力があって、で穴を掘るとこのように自分で湧き上がる井戸で自噴井戸で、そういう意味で大垣は水と大垣と言われて、これがシンボルとしての本当の自噴井戸ということで、この施設の中にここに取ってあるんです。もう年間15度ということで、水道水よりもきれいな水ってきっと受けてくると思います。はい、記念館を見せてもらいました。この施設は大垣市が文化の香り高い憩いとにぎわいの空間を演出しようと整備したものです。車戸さんの設計で2012年に竣工しました。この施設はどのようなコンセプトで設計されたのですか。はい、大垣の船町というのは川港で、大垣十万石の昔のゲートウェイとしての町で成り立ったところでして、そこにちょうど芭蕉さんの奥の細道の結びの地ということもあって、一つには西美濃の観光のためのゲートウェイとしての機能で、もう一つがその芭蕉さんの奥の細道としての機能、そして大垣の長い十万石の歴史を作ってくれた人々、先見人ですね、先見館、この3つから成り立っています。館内には映像で奥の細道を体感できるコーナーもあります。1階にある芭蕉館です。こちらには奥の細道に関わる資料が一堂に展示されています。松尾芭蕉は江戸時代5ヶ月ほどかけて600里2400キロにわたる旅をしました。ここでは東北、北陸を旅して大垣で旅を結ぶまでの軌跡が歌枕や風景を交えて紹介されています。こちらの展示はどのような工夫がされているのですか。普通ですね、芭蕉の奥の細道の解説本を見ても、はい、本文とそれからそれを解説したものといろんな資料がその都度その都度いろんなページを見比べないと見れないと、これは章立てで一つの章の中の
文章に解説がついて、それに写真もついて、これ一つを見るとちょうどいろんな本の集積画が一回で見れるというように、そのように、されているのがなかなか面白い展示の方法だと思っております。車戸さんはさまざまな設計に取り組んできました。大垣市立図書館は29歳の時の作品です。中山道広重美術館は全国公開設計競技で入選し、受注設計しました。揖斐川町民族資料館、ダム湖に沈む民家を調査選定し敷地内に移設しました。車戸さんは地域の歴史や文化を大切にしたいと考えています。県重要有形民族文化財に指定されている水屋住宅の修復にボランティアで取り組んでいます。車戸さんの事務所でお話を伺いました。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まず最初の質問ですけれども、はい、車戸先生の原風景、はい、最も古い空間の記憶といえばどういうものなんでしょうか。はい、わかりました。私は生まれも育ちも静岡県の神川でして、原風景言えばやっぱり茶畑がある牧之原台地から見た大垣越しの富士山か駿河湾に浮かぶ富士山がやっぱり今だに原風景。富士山ですか。はい、先生はそこから、名古屋にいらっしゃって、まあ、学生として学業をされるわけですが、はい、最初は言語学をご専門にされたというふうに伺っておりますけれども、建築家になっていくそのプロセスというのはどういうものだったんでしょうか。はい、そもそも建築が好きだったんですが、まあ、いろいろありまして工学部におったんですが、ちょうど学生運動がありまして、はい、でその時には構造主義というかフロントとかいろいろあったんですけれども、そうではない形でのこうレヴィ・ストロースなんかの、うん、本を読んでるうちに言語学というのに興味があって、うん、で意味とは何ぞやと言った時に、言葉の意味があるならば建物にだって意味があるはずだと、うん、でイタリア行った時にイタリアの建物を見た時に非常に感動したんですよ、意味なく、はあ、でも料理一つ頼めなかったと、読めなきゃいけない、もっと言葉の意味と建物の意味との違いは何だろうというようなことを思っているうちに、はあ、建物の意味を言葉の意味から考えてみようかしらと思って、建築のことを思うとなかなかなるほどなということがいろいろありまして。なるほど、はい、で建築学科に、はい、また入り直されるんですか。はいはい、そうですね、大学だけ建築を受けました。はい、で今この建築家として、岐阜の大垣で、長い間、作品を作られていると、いうところに行くわけですが、はい、ご自身のお仕事、設計活動を通じて、こういうことを大事にしているというようなことはございますか。ですね、まあ実際には建築そのものというのは大学院の2年間しかやってなくて、ドクター1年の時、26の時に、実は、車戸建築事務所っていうのは妻の実家の事務所でして、で結婚も大学3年で結婚しちゃったもんですから、学生結婚ですね。学生結婚ですね、大学3年の時で。そして26のドクター1年の時に車戸建築事務所は誰もいなくなったということで戻ってきて、じゃあ一からやってみようかということでずっとやってきたもんですから、全くのある意味では勤めたこともなくて独学だったんですが、その時に地方の都市というものを見るとなかなか思ってる行為とは違って、あ、これはかなり一個一個地道というか戦いながら地方でやっていくことも一つの我々の責任かなというようなまあことを思って、今までずっと40年間以上ですね、やってきたということなんですけど。なるほど、はい、大垣は素晴らしい水もあって、地元のコミュニティもあって、
一つまとまりのある素晴らしい町だと思うんですが、先生にとってでは第二のふるさと大垣、これはどういういいところがある、あるいはダメなところがあって、それを先生が建築を通じてどのようにこう表現していかれたとかというお話は伺えますか。はい、設計の単体の建物として、自分がやってきたことが決して綺麗なものとは思わないんですけれども、今思うと、水門側という、まあ、大垣城のお堀外外堀なんですけれども、でそのあたりの集計であったり、水都って水の都と言われながら決して水を大切にしてないもんですから、そういう自分井戸というものをもうすごいちゃんとすべきだろうとか、それからその場所の奥の細道の結びの地なのに、そこにパチンコ屋さんが悪いわけじゃないんで遊技場があったりとか、もう本当にすさんだものだったもんですから、なんとかその遊歩道を結びながら、今地方のこうやっぱり都会に、まあ、名古屋で東京に一極集中というか都会へ集中してやってる時に、地方というものがこのままだったら多分ダメなんじゃないかなということで、自分なりにこの町の中で、先生もご専門でしょう、まさにご専門なんですが、あの都市の濃度みたいなものの、ありようみたいなものを考えながら、この辺りがなんとか都市空間を良くすればいいんじゃないかなって、コツコツと、なんとなくコツコツと本当に、先生の作品はもちろん素晴らしいんですが、他の方の作品で、あるいは、自然にできた風景でも結構なんですが、この東海地方で、静岡は除きましょうか、東海エリアで先生が素晴らしいと思う空間、をいくつか挙げていただくとしたら何になりますか。まずですね、これは自分が、私は名古屋大学ですね、やっぱり豊田高堂の、あれは牧文彦先生が30代の頭ぐらいの時に設計されたはずなんですけれども、あのピロティ空間と、やっぱりあれは綺麗だろうと思いますね。なるほどあれは確かに今でもなるほどと、なかなかこれだけのものはできないなと思っておりますのと、先ほど言語学というお話をさせてもらいましたが、日本列島でこれだけ火山が多くて地震が多くてプレートがあって、イタリアとは違う国土、日本で今回の熊本の震災もそうなんですけれども、日本中ああいうことがどこでもある、この日本でそのあえて2000年かけて文化とそれなりのテクニカルな文明を作り上げたことを思ってみると、やはり伊勢神宮ですね。なるほど、やっぱりなんで伊勢神宮が20年ごとに式年遷宮するかというと、あれは別に儀式ではなくて木というものは風化するんではないかと、形あるものは日本の場合は無理だと、しかしなら型としてのルールを守ろうと、ちょうど20年ごとにやっていくといつでも新しい形が見れるよという意味ではもう伊勢神宮、あと一つとなると、アノニマスな建築、まあ妻子でもいいですし、長仙道沿いの赤坂地区でもいいんですけれども、その設計士のいないというんでしょうか、建築家なき建築、そうですね、でやっぱり風土の中で、素直に作っていくというのは残すべきだろうと。でそういう意味では上志津の、里山の風景と建物群はいいかと思います。最後になりますけれども、東海の建築界、あるいはまあ東海の社会でも結構ですが、先生のメッセージをいただきたいと思いますが、まず名古屋市にお願いしたいのは、東京と負けずに頑張っていただきながら、もう少しプライドを持っていただきたいと。なるほど。これで名古屋市はよく我々の団体でも名古屋だけでやろうとしてる、そうではなくてゲートウェイとして伊勢神宮もあれば高山もあれば、富士山もあるぜというぐらいの感じで名古屋市は頑張っていただきたいし、しかしながら名古屋市も地方
の都市がありますので、はい、名古屋の周りのこの東海地方は、はい、でその東海地方というものが今の若い人たちにとっては設計環境というのは決して魅力的なものでなくなっちゃってるんですね、うん、というのはもう大きな設計になると大手の組織事務所さんがそれは経験があります来ますのでだんだん大変になってきてどうしても住宅のみになっていってるから、うん、そうではなくてぜひ地方で文化を学んでいただいて、うん、そこから見つけていただいてそれで発信するようないや東京ではないようなものをぜひ周りの方が地方東海地方の地方は頑張っていただいてそれをゲートウェイとして名古屋市がしっかり受け止めていただいて、はい、やっていただければ東海地方というのはなかなか魅力的な地域だと思ってはいるんですけど、はいはい、その通りだと思います。そんな風に思っております、はいはい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。